探索9日目、ついに3人が合流したので、こっから3人を操作することになる。新しい冒険が始まりそうやね。お、早速作戦会議か。てかキャプテンごついよね。果物ばっか食ってる成人なの、こんなごつくなれるの不思議やな。何あのアヒル。あんななかったぞこれまで。あれ風呂場で見るやつだよね。なんで浮いてんの。あー次はこれね、ワープドライブキー。そう、あと食料もね、だいぶない。まあでもまだあるか。今食料は3つ。あーでもないな、もっとゆとり持っておきたいわ。あそこから走ってる電波、あれは一体何かしら。例のホコタテ星人という可能性はないだろうか。今それを追いかけてるんだよね。だから次にプレイするのはこれ、始まりの森。ここってそれこそ始まりの森という名の通り、最初に赤ピクミンと出会った場所じゃないですか、アルフがね。そこをどうやらここからプレイすることになりそうですね。行きましょう。おっ、これはどこだ。赤ピクミンと出会った場所だと思うんすけど、見たことないな、初めてプレイするな。あ、やっぱアルフは言う通りね、一回来てる場所なんですけど、ここは来たことないよ。それとはまた違うエリアってことかな。言われなくてもそのつもりだよ。さあ、どうやらここからプレイできるようですね。始まりの森、本格的にプレイするのは初めてで、何の音？この音を聞き覚えがある。え、あいつ？あのチャッピーはまあ初めてではないけど、音の正体あいつだったんか。めっちゃ変な音してるやん、気持ち悪い。まずはマップ全体を見渡すとね、時間にも制限があるからあまりぐーたらできないよ。これね、これからフルーツがね、マップ上に移るようになったんですよ。未知のエリアでもね。だから、まずは、そのフルーツ集め、近くに結構あるんでね。まずは現状3種類のピクミンがいるので、それぞれまた20匹ずつ出す。で、キャプテンが増えたことによって、3人でしかなんかできないギミックとかも、おそらくこの場所もあったりなかったりするんじゃないですか。何これ？地道。あ、え？これ、あ、なるほどなるほど。この先がアルフと赤ピクミンが出会った場所なんよ。え、なんかめちゃ、原生物おるけど、もうここからおるんやけど。どうしましょう。別にこっち行く必要性って今のところないよな。それよりも、まずは周りの拠点の、まあ、原生物を倒したり、また、何か集めたりってした方がいいと思うんで、うん、そっち優先しよう。これ、なんか橋かけれるよ。橋の素材はおそらくあのチャッピーがいるとこかな。だいたいなんか空気的にわかるわ。え、キャプテンこっち放り投げとこう。だいぶ花のピクミンも増えてきてるんでね。戦いの際はかなり役立つんじゃないかな。まあ、この数いれば、あれ、後ろからやれば一気に倒せるはず。あのチャッピーの名前って何て言うんだろう。そういや、そういうとこ見てないからな。ちょっと見てみよう、探索メモで。原生物の正体。あれ？表示されてないな。普通のチャッピーはあるんやけどね。なんであのチャッピーはないんだろう。下の方にあるってこと？いや、そうもないわ。ここにいない。データがない。怖くない？データがないって。めっちゃ動くやん。普通のチャッピーだってよく寝てるんやけどね。音で、うわーな、音で気づいた、あいつ。音に敏感なんやね。後ろつかないと、これ。後ろから一気に岩ピクミンで。ゴゴ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 ゴ、食われる前に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 。あ、食われた？大丈夫？オッケー？セーフ？今、口の中入ってたと思うけど、あー、どうやらセーフやね。オッケー、危ない危ない。で、何これ？かぼちゃ？フルーツ？あ、やね。オッケーオッケーオッケー。まあ、これも運んでおこう。こっちに橋のあの瓦礫みたいなのあるかなと思ったけど、ないな。柔らかそうな森土。起こせない、掘り起こせないかな。え、なんかできんの。あ、潜っていった。で、何が出てくるのこれ。的を、ひたすらに的を。え、遅くない？あ、出てきた。爆弾だ。なるほどね。ピクミン作品恒例のね。まあ、これを使えば敵を効率よく倒せることもあれば、壁を破壊することもできる。いや、持ってるやん、怖いわ。怪しげな岩を発見した。内部より高エネルギー反応がある。
メカニズクス。他のピクミンと混ざらないように LR で切り替えられるようにしておこう。うん、それはありがたいね、こちらからしたらね。てか持つなやお前許可出してから持ち上がれ。爆弾持ちるよ。まあこれね、投げない限りは爆発しないから、そこは安心かな。なのでまずここね、ここに使いましょう。爆弾持ってるピクミンはこれや。はい、投げて戻ってこいよ。うわなんやそれもう一回投げてみよう。次岩ピクミンが爆弾持ってるんで、みんな焦ってるね。この爆弾の怖さっていうのを知ってるんだ、ピクミンたちもね。そらそうか、威力やばいもん。おっと、なんかこっちに道があるんじゃないか。ちょっとマップを見ておこう。あ、なるほど、こっちになんかあるわ。で、この先はまず橋の瓦礫とかから集めたいんだけどね。なくない？え、ないやん。これ、この先行けないよな、ピクミン連れて。ちょっとブリトニーで様子見に行こうかな。あ、あそこの橋の瓦礫あるわ。で、おぉ、何あいつ、初めて見るあれ。そう、もう色的に明らかにあかんやつやん。こいつらはどうでもええけどな。待てよ、これどこやねん、そもそもマップ見ると。あ、なるほど、あっちから行ける場所ってことか。一周くるりと回ってくると橋の素材があるんだ。なんか今、自分で死にやがったばっかやんねー。で、イモガエルとかもいる。なんかいろいろといる。あ、こいつもいる。様々にいるね。ブリトニーで倒せたらいいんだけど、そういうわけにはいかないからね。今のデータ、探索データは一旦置いといて。あー、やっぱこっち繋がってる。あ、ここ橋の瓦礫あるじゃないですか。なるほどね。あ、じゃあじゃあ、あー、で、ここにもある。え、でもこっち来るためには、そこ破壊しないとダメだよね。だからまた爆弾を手に入れる必要があるんだよ。まずそこ繋がったんで、そこからや。もう時間制限あるからな。すべてにリアクション取ってたらあかん。え、何襲われとんねん。何かに襲われてる。え？何、何、何、誰いるの？うわ、で、これ段差あるからあかんやん。これはだからアルフとこの辺で協力してやらないとダメってことか。めんどくせえな。何音に襲われとったね。何もおらへんやんけ、バーリー。オッケーオッケー、これで合流完了。ただ上から落ちてくる岩、あれはさすがに注意しないとダメなんじゃないの。これピクミン当たったらひとたまりもなさそうやけどね。潰されてゲームオーバーでしかないでしょ。あまり多くのピクミンを連れていくと被害に遭いそうな。で、これね、岩避けながら、あー、こいつね。なるほどなるほど、投げて、いや上がれや、なんで上がれへんねん。オッケーオッケーオッケー、待てよ待てよ待てよ、もうピクミンそのまま直接投げろ。ゴゴ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 。で、あのメス豚暴れんなお前。こっちか。ああ、潜りやがった。待って待って、早く出てこい。オッケーオッケーオッケー。突撃、え、どこ行った、どこ突撃しんた。ワッツ、こいつに当たれや。倒したか、当たるなよ、あの岩。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、フルーツ出てきた。よかったよかった。で、なんだ？何？何何何？何あのギミック？あれなんかしろってこと？ちょっと覚えておこう。あそこにあるものね。ただ今どうしようもないから、まずはこれね、倒したやつを全部回収しないと。フルーツからね。フルーツ集めに関してもちょっとできてないからな。いろんな体験、未知なる体験があって、そこに驚いてばっかでね、何もできてない。そもそもそれ何よ？おうおうおう、まだ数足りないの？あ、そっちから行くんかお前。ちょ、待て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 。大丈夫？原生生物とかいない？なんか襲われてない？大丈夫？変な BGM 聞こえるんだけど。運べ。そしてどこいんの？あそこで止まってんじゃん。やっぱ意味ないよね、これ降りたところで。こっち側。ねえ。あ、でもそこ瓦礫あるから、これ繋げればいいんじゃないか、これ。そこいるやん。こいつ降るとこかい、これ。とりあえず、とりあえず運んでもらって、そこの橋を繋げれば、あっち側に行けるようになるから、なるほどね。まあ、どっちしろここはやっぱ来なきゃダメなゾーンですよ。もうどっちもないわ、こっちから。一回こっち側戻っておこう。あの橋の完成を待つしかないな。あかん、もうなんだかんだやってたら半日経ってるからね。早えわ。なんだかんだって結構ぐーたらぐーたらしとったけどね。爆弾に興奮しすぎたわ。こっち側何かできることないのか。こっちはこっちでね。でも繋がってるエリアがない。全部この水ありきのゾーンなんで、これはもうさすがピクミン連れていけないからね。どうしようもないんだよね。やっぱ一つ橋を繋げればあっち側何か発展すると思うんでね。繋げないことには行けるエリアが限られすぎてるわ。今多分こっち繋げてるでしょ。あ、なんでや。遅いなお前。あ、全部運んだ。全部運んで、なお全然足りないっていうね。嘘でしょ。じゃあまた取りに行かないとダメなんだ。そういや、この奥にもあったよね。うわぁ、これピクミンの数足りるかな。赤ピクミン4匹しかいないけど。とりあえず行ってみよう。そこのあいつは無視して。
で、その後ろの電気のあれあるから黄色ピクミンがいればいけるんだけど、この先何よ、何このエリア、こいつがいる先のこれ、なんかいかにも何かいますよ的な感じじゃない？わかるぞお前、ピクミン作品やってると雰囲気で。とりあえずこの辺は無視して、ここもまだ破壊することができない。土ないよな。そういや、これさっきなんかギミック映ってたよね。これ乗せると何かあるんじゃない？乗せるとそこが上がる、そこが上がるとなんやねんっていうね、わからへんとりあえず今どうしようもない。一回押したんでね。待て、とりあえずこっちも行ってないから、この辺なんかあったりしないの？どうもしゃないわ。この1日目に関してはもう散策というかね、そういうことやで。これ待て、もういかにもすぎるエリアだから、これ分かるやん、この地形的に何かが出てくること。やめよう、今もう橋完成させることが目的やから、ガン虫で。あー、ここにあるから、やっぱそういうこと。なんかおるやん、何あの虫。もう突撃で倒して、ゴー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 。そんな害ないよね、食ってくんの？いや、暴れてるだけ何の害もないこんちゃん。運ぶなバカタレ、運んでる場合じゃねえ。まだまだおるやんけこいつさ。倒せ。いや、運ぶなっつってんだろお前。倒した？まだなんか生きてるけど、まあ、いいか。もう害も特にないし、食ってくるわけでもないから放置しとけ。この橋の素材を集めるためにやっぱそこのいるやつら倒さないと邪魔されると思うんで、まずこいつから。赤ピクミン4匹で足りるかな？もっと投げておけばよかったわ。これ絶対的に数足りないもん。火入ってきてね。で、火止まった時に岩ピクミン投げつけよう。で、呼んで。危ない。で、この吐き終わりね。倒せ。オッケー、よし。いいぞ。もう一匹いる。うん、どうだろうな。赤ピクミンだったら別にいいんじゃない？いけるんじゃないかな。だからとりあえず赤ピクミンに任せるわ。いや、そこじゃなくて。もう全然言うこと聞かねえ、こいつら。橋。この芋虫も倒しておこう。なんでうろついとんねん。家族やと思っとんのかな、まさか。そんなわけないやろ。どこ行くねん、お前は。そっちから運べへんやろ。賢くね。で、大丈夫だと思うんだよね、赤ピクミンだと。あ、ほらね。たとえあいつに気づかれたとして、だから。ただ4匹しかいないから、すごく面倒だよね。時間がかかる。こっちは相変わらず行き止まりだし。あの、森槌もないから爆弾もどうなの？この辺あんのかな？あー、ダメだ、この先も赤ピクミンいる。うわー、あそこあるやん、森槌。あ、これ爆弾あるな。だったらちょっとそこ破壊しておこう。掘り出して、爆弾を。早く出せよ。そこ破壊したらそっち側。あ、なるほどね。ここ破壊することによってわざわざあっちから回ることないから。なるほど。ここ破壊すればもうすぐ橋完成するよ。ただちょっと待てよ、もう日没近いねん。15匹のピクミン。あかんか。一回お前ら止まれ。赤ピクミンは一回回収して、爆弾出てる？もうとりあえずそこ、まず破壊しよう。こっち来いっつってんだろ、お前。自分の意志で動くな。あ、いや、違う、瓦礫が出てきてんのか。爆弾出てきてんのかなと思った。橋の瓦礫が出てきてだけじゃん、素材が。え？求めてる展開と違う。え、爆弾どこやねん。爆弾がないとそこショートカットにならない。爆弾ももしかしてこの先あるってこと？そういうことなの？戻ってきた、赤ピクミンかも。あと一匹赤ピクミン戻ってきてねえぞ。どこいるんだ？日没近いから早くもう出てこい、とりあえず。かも。いや、もう出しまくりやんけ。こんなあんの？めちゃくちゃあるやんけ。橋完成させるのこんな必要なのか。もうとりあえず出てきて一回。もうええわ、とりあえず。かも。これで、あと2匹。ええやん、俺どこで取り逃してきてんのよ、これ。ちょいと待てよ、マップを見る限り。あー、そこなんか残ってんな。何そこ？残るポイントあったっけ？こんなとこでつまんない。あー、でもあと1匹足りない。あと1匹どこよ？やばい、日没近いのに。あそこやな。そこでなんか運ぼうとしてる？もしかして。なんか聞こえるけど、声。どこ？あー、よかった、回収成功。何運ぼうとしとんのよ、無理やろ、これ。で、こう倒した原生生物っていうのも確か1日経つとなかったことになるんで。うわ、もったいないなぁ。ほんと、橋の完成が間に合えばここ合流できていろいろとやれることがあったんすけどね。できなかったわ、それが。俺のミスやね。もう周りのなんか風景とかに感動しすぎた。うわ、なんやこれ、あ、これなんやの連続やったからね。そんなとこも感動を覚えるんじゃなくてね。物語を効率よく進めることがこのピクミン3デラックス求められてる技量なのに。
なさすぎましたね、うん、次やる際は赤ピクミン多めでいきましょう。最初のうちは赤ピクミンめっちゃ必要になるわ。まあ残念ですね、今日という一日は。で何が来んの、うわあいつか。こいつなんか動きも速いよね、他のチャッピーと比べて。強さ的には防御力が高いとかそういうことじゃないんだけど、素早さが速い、あと舌が長い、だから普通に鬱陶しいよ。倒すならすぐ倒さないと、ちょっとでも手間取るとやられる食われる、大変なことになる。あー回収できたな、これだけか。何、初めての新種のデコリボッコリまあなんかデコリボッコリ感あるけどね、なんとなくわかるわ。あでしょうねみたいな名前やわ。おおでデコリボッコリ、意外に果汁の量が多いな。この柑橘系みかんとかオレンジとかなんかそういうもの多いよね。負けなきゃいけないのか、残念だわ。いつも通り小言を言う心の中でね。でも全部プレイヤーには見えてるから、相変わらず嫌なやつやな、お前って。3人になっても嫌なやつやな。これ3等分してるって言うけど、実際はさ、ほとんどこいつ飲んでると思うよ。半分こいつ飲んで、残り半分を2分の1で歩くとキャプテンで分け合ってる。だとしたらキャプテンのあの肉体が維持されることないよね。すごい痩せ細っていくんじゃないかな。旅が続けば続くほどね、冒険が長引けば長引くほど。探索9日目、新たな場所でしたね。僕がこの惑星に不時着したエリアへと舞い戻った。その時は気づかなかったけど、何かが強力な電波が発信してるみたい、何かが強力な電波を発信してるみたいだ。僕らのワープドライブキーを拾ったらしい。例のホコタテ星人だといいのだけれど、今度は3人だからきっと見つけられるはずだ。引き続き探索10日目をプレイしていきます。やることはまずは橋の作りからね。あそこの橋を完成させないことにはどうしようもない。いや、めんどくさいね。これまでのダンジョンと比べて一気に難易度上がったわ。とりあえず地上にね、赤ピクミンをね、30匹出して、残り15、15を、こんな感じの内訳で。で、倒した原生生物に関しては、とりあえず1日目で復活することはなく、え、で、これまた爆弾出てくるんちゃうの？もしかして。ゴー。出てくるのであればそれショートカットになるんだよな。ありがたいよ。爆弾は復活するのか、1日経てば。出てくるかどうか分かんないけどね。ちょっと待ってみよう。あ、出てきた出てきた。やっぱ出てくるんだ。じゃあ破壊しとこう。あ、お前じゃなくて。キャプテン放り投げてしまった。キャプテンに爆弾持たしたら大変なことになるよ。で、赤ピクミン。あー、危ない危ない。みんな寄ってきてね。よれよれよれ。事故はお前突然と起きるものなんだよ。爆弾に巻き込まれたりしてな。はい。うわぁ逃げ方が可愛い。オッケー。で、爆弾持ちのピクミン一匹いるんだけど、ちょっとこれ事故起きる可能性もあるから、この先。あ、でもどうしようかな。連れて、あー、やめとこうか。ちょっとこいつ話しとくわ。ちょっと特別に。ちょっとお前、ここにいろ。お前、ここで待機しとけ。それよりも橋作りや。で、フルーツはあるけど、原生生物に関してはやっぱ取られてるんで、なくなってるわ。で、相変わらずそこにあいつがいる。が、まあ、あれに関しては無視。まあ、爆弾持ってるんでね、それで倒すという術もあるけどな。で、この辺も無視。このスイッチに関しても元通りになってやがるわ。マジか。まあ、でも今んとこ踏んだところで意味がないしね。それよりもこっち。で、さっき言ってた謎の電波っていうのはどこから出てんの？それ、結局確認できなかったからさ。電波。走ってるの電波どれだ？これもしかして、いや、これフルーツでしょ。あ、こっちか。あ、ここだ、ここ。わははははは。あからさまにもうなんか、ボス戦っていう雰囲気ね。まあ、でもそこに行くためにはやっぱり色々とやることがあるんで、まあ、それを今してる最中なんですけどね。まあ、瓦礫は出ているので、その瓦礫を、まだ埋まってるな。そうだ、全部出せなかったから。で、この先赤ピクミンだけ連れていこう。赤ピクミンじゃないとあの炎のやつを倒せないから。こいつは全然強くないでしょ。相変わらず。はい、オッケー。一匹だけ？いや、この先もいる一匹だけのわけがない。これで、で、早く倒せよ。オッケー、よし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 。で、この先、あ、フルーツはあるんだが、もうその前に。爆弾があると思ってここに来たんだけど、あれ？爆弾なくない？この先、あるか？これ爆弾か？あ、爆弾やね。一個あるわ。よし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 。とりあえずまた出してもらって、この先なんだよ、お前。え？どこに繋がってんの？桃があるな、この先。で、またどっかのエリアに繋がってるが、今は興味はない。
全くない。早く爆弾出してちょうだい。あ、出てきたね。オッケーオッケー、カモカモカモ。出てくるのはせえよ。一仕事やったった感みたいに出すな。まだあるんやぞ、お前。全然これからがお仕事だよ。よしよしよし。さあ、準備は万端だ。優先すべきはまずはそこ破壊。三つで足りるかな。まず一つ。はい。あ、どうだろう、三つで足りる。あと二つしかないんだけど。で、もう一個。頼む、これで逃げてくれ。じゃないときつい。はい、よっしゃー、これが繋がったので、あとはそこのはしごの素材を全部のピクミンたちで回収するだけ。入ってこい。で、橋を完成させるとフルーツの回収もできるようになるので、それもしていかないとな。まずはこのマスカットからしていこうか。その上の部分ね、そこにもなんかあるらしいので、まあそれも後でやろう。完成でしょ。アルフ側でも操作しておこうか。これもうこっち戻ってこないとね。うん、ののののの。あっち行ったりこっち行ったり忙しいな。オッケーオッケー、橋は完成した。あー、2日かけてか。ちょっと時間かかりすぎやけどね。でも選択肢はいろいろと増えたぞ、これでね。で、フルーツも回収されている。よーしよ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 し。で、ちょっと爆弾持ちの岩ピクミンを連れて行って、そこにいる謎の生物ね。あいつ気になるんで、どうしても。爆弾一つで簡単に倒せるのであればいいよね。ちょっと試してみよう。あいつにね。これ、向いてる向きがまたこっち向きっていうのも鬱陶しいでしょ。背中向きだったらいいんだけど、そうじゃないから。これを投げて、え、戻ってこいよ、早く、当たれ。おい、一撃だ、すげえな、爆弾の威力は。ようわからんチャッピーやけどね。名前がわかんねえけど。まあ、何はともあれ爆弾の強さを知ったよ。だからああいう強敵に対してはあの爆弾で対処した方が絶対に利口だし賢いよね。オーケーオーケーオーケー。で、この実。これもいまいちわからんのよね。なんか激辛成分がある実なんですけど。集めたところで意味なかった、最初は。今なんか集めたら意味があったりなかったり。どうなんだろう。どうぞ、集めてね。で、次どうしようかな。あそこのあれだ。あれも集められてないから、はい、集めろ、集めろ。まずはフルーツ集めからや。あと、そこの原生生物もね。仕事ないものは早く俺の元に寄ってこい。そこでお前、佇むんじゃねえ。これだからまたあの実の説明でしょ。激辛成分を秘めてるあの実ね。あ、なんかできたよ。激辛エキス。なにこれ。これは元気スプレーとして利用している惑星もあります。ピクミンのアイテムってことか。Y で激辛エキスを選んで、隊列のピクミンに吹きかけると、花になるってことか。また激辛エキスはピキノツユクサの実以外からも採取することができます。見つけたら隊員が直接採取してくださいとのことだ。めっちゃ便利なアイテムやんね、これね。ピクミンを強化できるんでボス戦とか持ってこいでしょ。家とか言っちゃってるけど。なんかちょっと S 的な雰囲気醸し出してんじゃねえよ、お前よ。うふふじゃねえよ。どう？レッツゴー。で、そこのちょっとね、この上上がれそうなんで、これどっから上がるんだ？この下。あー、行き止まりか、これ。これだから3人で協力して上がると思うんだよね。どこに入り口があるんだろう。あの電波の元にも行かないとダメだから、まあ、今日の一日に関してはあの電波一緒。あれはね、ちょっと時間が無理だと思うんで。で、原生生物もその辺倒しとこう。まだおるからね、芋ガエルも。なんか、何あのでかいカニ。あれ何を見たことねえぞ、あれ。あ、な、いたっけ、知らねえ、ほら。あ、やばい、芋ガエルにも気づかれた。ノノ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 ノ。このコラボレーションは鬱陶しいね。あ、倒してくれた。芋ガエルが倒してくれた。あ、そういうパターンもあるんやね。原生生物同士の潰し合いみたいなのね。いいじゃないですか。待ってよ。まずこれ。これ乗せることによって、なんか、起こるんだよね。前日は起こったよね。ただ問題は、これ上に、アルフを投げれる。いや、届かないな。そこなんかくぼみあるんで入りそうな感じするんだけどね。アルフが登れる場所を投げて届く場所に、から行けると思うんで、どこやそれ。ここは？ここも無理やね。あららららららら、ら、そこどうやって行くんやろか。その術がわからない。ちょっとこんなとこで無駄な時間過ごしたくないな。一見上がれそうな場所ないよね。うん。無理だと思う。
あ、無理やね、高さ的に。どこからも無理やんけ。あー、どうしようかな、諦めようか。それよりも別の場所を目指してね、せっかく橋でできること増えたのであれば。どこに桃があんの？あ、これ水ピクミン必要やんけ。無理やんけ。下は通れるけど。水ピクミンというか青ピクミンね。まだ出会ってないよ。でもこれだけなんか結構水が近場にあるんでね。もしかすると、あれじゃない？出てくるんじゃない？ここで。何かしらの出会いがあっても不思議ではないけどね。ほんで橋の素材もそこにあるから。これ繋げることによってまたショートカットだよ。最初の拠点繋がってるわ。オーケーオーケー。着実にショートカットの道が出来上がっていってる。なんかそっちにも道あるな。これ上行くとどうなの？ちょっとキャプテン行ってきて。どこに繋がるん？なんか知らない場所に出てきた。あ、でもなんか素材あるじゃないですか、これ。これは？なんか宇宙服的なやつ。うん、困ったらとりあえずドレイク号に持って帰るんでね、この人たちは。ただこれは持って帰ると確実にプラスがあるな。ちょいと待てよ。まずはピクミンをこっちに分け与えてもらわないと。まだやってんのかい。時間かかるな。オッケーオッケーオッケー。橋の素材集めてどうぞ。でピクミンどうしよう。まあ、10匹くらいでいいかな。ここの橋を作ることによってあの素材を持って帰れるようになると思うん でこの激辛エキス振りかけることができるんですけど、まあ今必要ないですからね。今はいいわ。これからの楽しみに備えておく。で、これ、うん、10匹いれば OK やな。はい、OK。この先、水のエリア。あ、変に降りない方が。え、そっちから運ぶんかい？ののどこに繋がっとるかわからへんの。なんでそっち？こっちから行ったらいいやん。バカやね。これだからここだよ。多分アルフが降りた場所、落ちた場所。で、赤ピクミンが最初いた場所。しかし、原生物これだけおるんやからね。アホか、お前。こっちから行けへんよ。だから、ここから行くためのなんかまた、道も、これから先こっちから行って色々と作っていかないと、環境作りね。原生生物を全部倒したり。なんでこっちから行かへんの？アホな選択してくださいますね、オタクね。あ、橋まだ完成してないから、なるほどね。てっきり俺したと思ったらね、まだ素材足りなかったんだ。この先も橋の素材はあるが、またこいつおるやんけ。めんどくせえ。ピクミン植えてくるやつ。捕まえんな、俺の愛しのピクミンたちを。落とせ、落とせ、落とせ。当たらねえ。どこ持っていく、どこ持っていく。そうじゃなくて。やりたいことやってください。これ、黄色ピクミンじゃないと届かないのよ。愛し、当たれ、当たれ。あー、降りてきた。ゴー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 。リンチ。オーケー。あぶねえ。どこに植えられた？ここか。で、次、橋の素材ね。これで完成だから、あのカプセルこっちに持ってこれるでしょうね。橋さえ完成すれば問題ないはず。またフルーツとかも埋まってるんで。この先。これもまた、あれじゃない、仲間がいればいける。3人いればいけるので、うんってことやな。でも時間がね、日没近いんですよ。あっという間やな。今日はまあもうこのフルーツを運んで橋を作ってショートカットの道2つできたので、それで終わりかな。あとピクミンの数増やすためにちょっとその辺のものをね取ったりとか。ゴー。あー、時間かかるねこれ。ちょっと待てよ、てか足りてるよなピクミンの数。うん、もうやめよう。今日という一日はすごい守りなプレイヤーなんでね、やっぱ日没での死亡っていうのを避けたいので、ギリギリまでやらないんですよ、仕事もね。うん。サービス残業とか全くしないタイプなんで僕は。もうすぐ帰ります。定時ですから。うん、帰る時間です。あー、足りてるね、ピクミンの数は。じゃあこの拠点のこれくらいだけ回収しておこうか、拠点近くね。事故が起こらないように、近場だけね。いや、まあ、しかし丸一日でこれ全部やりたかったよなぁ。ショートカットね。うまくいけば、例えばこれが2周目ならね、普通にいけたと思うわ。すべてが初見なんで、まあ、一回 Wii U 版でやってるステージではあるんですけど、やったのはもう8年前の話なんでね。その辺覚えてないから、だからもうほんと初見ですよ、まんま。またクリアしたわけでもないしね、Wii U 版の方も。すんげえ新鮮な気持ちでやってる分、いろんなとこに驚き。そこに驚いてるから、変なタイムロスが生まれてね。まあ、こういう探索2日間になっちゃいましたけど。まあ、でも楽しいわ、ほんと。ぐんと難易度が上がった分ね。ようやくピクミンって感じ。このサバイバル感。あと弱肉強食か。でもここに来てまだ一度もピクミンもやられてない、今日の一日もね。さあカウントダウンが始まりました。ちょっと観光していこうかな。
ここの橋をつなげたので、こことここが行き来できるようになった。しかしこの先にもいろいろとあって、なんかいかにもボスがいるような場所にここがつながっててね、あれ見てよ、もうあからさまじゃん。何が出てきたって不思議じゃないよ、あのエリア。もうピクミンのゲームでなんか丸い地形で、そこにフルーツとかなんか宝が置かれてたらもうボスやからね。みんなも覚えとけよ、わかるやろ。やってたらわかんねえ、空気で、あ、ボスやって。たくさんのピクミンを殺すことになるなっていうのがね、感覚で。あ、でも今日も挑戦しないし、そこには別に行く必要は今のところないですから、フルーツがあるだけなんでね。それよりもあのレーダーの反応、ストーリー的にはそっちに向かっていくのがいいので、まあ、全然近づくことはできなかったけどね、今日の一日で。まあそれはまた探索10日目以降やっていこうと思います。またお前来たんかい。てかあの黒いチャッピー何なの、なんかようわからんね。爆弾一撃で倒せたのは幸運だったけど、あれ普通に倒す分時間かかると思うよ。絶対犠牲があるな。チャッピーの種類とかも増えてるしね。あとカニもおった。あのカニもようわからんわ。なんかピクミンの発売前の PV とかで見た記憶はあるけどね。戦いたかねえよ。PV だとお前めっちゃやられとったね、青ピクミンが。クソほどね。食われまくっとったもん。おう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 、緑タワーだ。で、塩化は飲む。二日分くらいできてくれよ、頼むから。どう？ああ、ダメだな。これだと多分1日半くらい。あ、いや、2日分ギリできてない。もう、いや、あれを3等分にしろよ、お前。サバイバルってそういうことよ。別に1人1日これだけの量飲まないとダメってことじゃないからね。1日空腹な時間があってもいいし、何も食わない時間とかね。なんか決まり事みたいに飯食ってる、食料食ってるから、まあ、食ってるというか飲んでるからね、別にいいんだよそんなんね。と思う探索5日目ではなく10日目でございました。今日もアルフか。日清キャプテンが出てこないな。ワープドライブ機の手がかりが見つからないまんま何日かが経過した。食料探索も重要な任務ではあるが、今はキャプテンオリマーが発していると思われる電波の発信源を突き止めるべきだろう。僕がこの惑星に不時着したエリア、あそこには何かがありそうな気がする。だから早く迎えよってことを今プレイヤーに言ってきてるんですけど、ただプレイヤーの俺からしたらちょっと待てよと、いろいろとあるんだから、まずそのいろいろをこなした上でワープドライブ機見つけていこうや、アルフ君と言わせてください。まあ、次以降に関してもそんな感じのノリでいきたいと思います。やっぱ散策しないことには何も手がかりが見つからないんでね。探索10日目、これにて終了です。